ゾフィー・アンリエット・ゲルトルード・トイバー・アルプは、スイスの芸術家、画家、彫刻家、テキスタイルデザイナー及びダンサー。20世紀のコンクリートアート及び幾何学的、中小芸術家の中で最も重要な芸術家の一人と、みなされる。ゾフィー・アンリエット・ゲルトルード・トイバーは、プロイセンの薬剤師、エミエル・トイバーとゾフィー・トイバー九十字の5番目の子供として、スイスのダボスに生まれる。 父親はゾフィーが2歳の時に結核のため死去し、一家はトローゲンに移住、母親は同地でペンションを開いた。彼女はザンクトガレンの職業学校で1906年から1910年までテキスタイルデザインを学んだ。その後ミュンヘ編ンのビルヘルムフォン・デブシッツの学校で1911年から1913年まで学び、その間にハンブルクの芸術、 工芸学校でも1年間学んだ。1916年に彼女はチューリッヒでルドルフ・フォン・ラバンの主催する舞踊学校でダンスを学び、夏にはアスコナのモンテ・ベリタの芸術家村に参加した。1917年にはラバンがアスコナで主催したサンフェスティバルでマリー・ビグマンやその他の舞踊家と共に踊っている。オーバルコンポジション・ウィズ・アブストラクト・モチーフス。 1922コンザスや、1931グラース、ジオメトリックアンドウェイビーラインズ、1940ベクタードローイングバイミリアムサイズ、ベースドオントバーアープ、エスワーク、トイバーアルプの描かれた50スイスフランシ兵1915年に、タナーギャラリーの展覧会で彼女は、ダダイスムのアーティスト、ジャン・アルプと出会った。それ以降二人は、1943年に、 彼女が死去するまで協力して多くの作品を残した。二人は1922年に結婚し、彼女は生をトイバー・アルプと変更した。トイバー・アルプはチューリヒ・カンストグ・アーベシュルで1916年から1929年まで織物やその他のテキスタイルアートについて講義を行った。彼女の1916年頃から1920年代に、 かけてのテキスタイル及びグラフィック作品はピエト・モンドリアンやカジミール・マレービチラの作品と並ぶ最古の構成主義作品である。これらの洗練された幾何学の抽象概念は色と型の間の相互作用の微妙な理解を反映する。この期間に彼女はキャバレー・ボルテールを中心とした中立ヒダダムーブメントに関わることとなった。 彼女はダダイスムにインスパイアされたパフォーマンスにダンサー、振付師、人形遣いとして加わり、キャバレーボルテールだけでなく他のスイスやフランスの劇場でも人形、衣装及びセットをデザインした。1917年のギャラリーダダの会場公演で彼女はフーゴバルの死にマルセル・ヤンコのシャーマニズム的なマスクを被って踊った。1年後、彼女は トリスタン・ツァーララと共に中立ヒのダイスム宣言を発表した。彼女はまた、クロムメッキした木製のダダ・ヘッツのような抽象的な多くの彫刻作品も制作した。1926年、トイバー・アルプとジャン・アルプは、ストラスブールに移り住み、二人はフランスの市民権を取得した。その後二人は、ストラスブールとパリで生活した。そこで、トイバー・アルプは、 数多くのインテリアデザインの依頼から例えばオーベットのためのラジカル構成主義のインテリアマイナスを受けた。このプロジェクトにはジャン・アルプとテオファン・ルースブルフも後に加わった。1927年にはブランシュ・ガシェと共同でウェリー・ローウェルを表した。1920年代後半から彼女は主にパリに住み実験的デザインをし続けた。1928年には パリ郊外に移り住み、新居といくつかの家具をデザインした。1930年代にはセルクルエカレ、そしてその後継である、アブストラクション、クレアションのメンバーとなり、ヒグショー芸術の騎士として活動した。30年代後半にはロシア構成主義のレビュー、プラスティークをパリで設立する。サークルにおける、彼女の友人には、ソニアドローネー、ロベールドローネー、ワシリー、 カンディンスキー、ジョアン・ミロ、マルセル・デュシャンダーがいた。1940年にトイバー・アルプとジャン・アルプはナチス、占領前にパリから逃れて南フランスのグラースに移り住み、そこでソニア・ドローネーラと共に芸術村を作り上げた。ビシー政権成立後はパリを離れて各地で創作を継続したが、1943年に滞在先のスイスで就寝中。 ストーブの故障による一酸化炭素中毒により自己死した。アルプはショックのあまりうつに陥り、修道院にこもって4年間彫刻などの制作を絶った。トイバー・アルプはスイス紙幣の原稿シリーズに描かれる唯一の女性である。彼女の肖像は1995年以来50フラン紙幣に採用されている。トイバー・アルプとジャン・アルプの記念ミュージアムは2007年に ドイツのローラントシェック駅に開設された。同駅はリチャードマイヤーによって再設計された。2016年1月19日、グーグルはグーグルドゥードルでゾフィーの127回目の誕生日を祝った。ドゥードルはマーク・ホルムズがデザインした。ありがとうございます。